100万円貯まったら出ていきます。もう誰にも迷惑かけません。100万円と苦虫女。100万円貯まったら出ていきます。え？もう誰にも迷惑かけません。佐藤さんのところの鈴子ちゃん、うわ、大人しそう。弟さんはすっごく頭がいいですね。ああいう子に限って何やらかすかわからないじゃない。と普通だったみたい。すごいよ、才能あるよ。かき氷の友達とパーティーやるんだけど、よかったら来ない？あ、あの子ならもう出てったよ。もう娘がない。よろしくお願いします。100万円貯めて転々としてるんです。自分探しみたいなことですか？いや、むしろ探したくないんです。探さなくたって、嫌でもここにいますから。逃げてるんです。じゃあまた100万円貯まったらここ出ていくんですか？ちょっと待って。自分のことをもっと強い人間だと思っていました。でもそうじゃありませんでした。なんだよお前、マジだったのか？好きです。